耳にゃ、今はね、もうコンピューター使えないとやっていけない時代なので、コンピューターリテラシーのお勉強ということで、今日はコンピューター組み立てながらコンピューターの部品について説明していきますにゃ。これがね、CPU って言って、セントラルプレス、プロセッシングユニット、中央処理装置というものなんだけども、コンピューターってね、データでもね、命令でも何でも数字で入れて数字で出てくるっていうものだから、これはね、数字を入れると数字が出てくる。魔法の石。大体ね、これ4万円ぐらいなんだけども、これがね、1秒間に何千億回という計算をやってくれるんですね。これがまあコンピューターの頭脳に当たるんだけども、知恵熱っていう言葉があるけども、CPU も同じで、たくさん計算するとそれだけ電気いっぱい流れるんで、熱が出てしまうんだにゃ。そこで、このクーラーというものをつけると。これね、銅板があって、その裏に熱を通しやすいグリスが乗ってて、これを CPU に当てて、で、ファンを回して冷却すると。これはメモリーですにゃ。ものすごいスピードで数字を書き込んだり、読み込んだりできるんだけど、電源落としたら消えてしまう。そこで、これが SSD って言ってね、昔はフロッピーとかね、まあ今でも使われてるハードディスクとか円盤に記録してたんだけど、これはね、NAND 素子とかいうね、半導体に記録するので、文字通りソリッドステート動く部品がないから小さいし速いという、今これが主流になりつつありますにゃ。そしてこれはね、DVD ドライブ。これもまあ補助記憶装置っていうのかね、これは円盤に文字通り記録したり読んだりするものですね。これはまた別の使い方しますね。そして、これがマザーボード。マザーボードっていうのは真ん中に CPU 乗せるところがあって、周りにコントローラーとかね、コネクターっていうのがついてて、CPU といろんな部品を取り持つような役目をする。まあそういう部品なんですね。で、ここに、部品を乗せていきますね。まず、CPU を真ん中に取り付けますにゃ。真ん中にね、ソケットっていうところがあって、そこにこのムカデみたいなね、ピンがいっぱい出てる CPU、ムカデっていうかゲジゲジですにゃ。それを差し込んで、レバーを落とすと、マザーボードに CPU がつながると、まあそういう仕組みになってるんですにゃ。これ向きがあるんでね、ちゃんと気をつけて差し込むんですにゃ。こうやってつけて、で、レバーを倒すと。で、次に、ファンを取り付けますにゃ。これ、スマホなんかはね、このファンついてないのは、あれ CPU の性能をちょっとね、わざと落としてるというか、電気使いすぎないようにしてるんですね。ただ、このね、PC はもうバンバン CPU を動かすので、これで、出た熱を冷却するというふうになってますにゃ。こういうふうにね、裏のグリスがしっかり CPU に密着するように取り付けてですにゃ。それでマザーボードにこのファンのね、電源を供給するところがあるので、そういうのを説明書で調べて、つないでいけばいいんですね。だいたいね、このプラグの形ってね、つなげる場所ごとに違うんで、間違えてつなげるっていうことは、そんなに心配しなくてもいいようになってるにゃ。特に最近のはね。はい。これで CPU とファンの取り付けができましたにゃ。次にメモリを挿すんだけど、これメモリ挿す場所っていうのが、このマザーボード4つあるんだけども、枚数によって挿す場所が違うので、これちゃんと説明書を見て確認してるところなんだにゃ。で、メモリをこうやってね、4つ差し込むところの、確かね、2番目と4番目かな。1、2、3、4ってあるんだけども、説明書だと2番目と4番目に刺すっていうふうになってるので、今回2枚だから、説明書通りに刺しますね。説明書無視しても動くことは動くことがあるんだけど、そういう、そうすると、
スピードが遅くなったりとかね、そういうことがあるんで、ちゃんと説明書通りに取り付けるっていうのが大事なんですね。で、メモリが合ってない場合はそもそも刺さらないので、そこで、間違った部品を刺してしまうっていうことはあまり考えなくてもいいですね。これでメモリが取り付けできましたね。それで、次はね、SSD 取り付けますね。すごくちっちゃい部品なんだけども、最近はね、M2 スロットって言ってね、このちっちゃい SSD を挿すところがついてるので、そこに差し込んでいきますね。で、最後にこれ、電源ですね。電源をつけるんですけども、これ家庭用の電源ってね、100ボルト交流なんだけども、だいたい PC ってね、12ボルトの直流使うので、これは100ボルトの家庭用電源の交流を12ボルトに変換する、そういう部品なんですね。で、さっき箱に書いてあったけど、これで500ワットの出力がありますね。あと忘れちゃいけない。これ、グラフィックボードっていうもので、まあ、今の CPU すごく性能高いから、それだけでもいろんなことができるんだけども、ゲームなんかでね、この 3D の映像とかね、あとね、最近だとビデオね、ビデオをデコードしたり、エンコードしたり、まあ要は表示したり読み込んだりするのに、どうしても CPU だけだと力不足なんで、こういう専用の部品を取り付けるんですね。これがね、ものすごく性能が高くて、まあ、CPU ほどね、汎用的には使えないんだけども、もう計算に特化してて、まあ、下手したら計算だけだと CPU よりも、ものすごく性能高くてね、すごいのだと、1秒間に1兆回とか計算できちゃいますからね、これで。これを、このでかい部品を取り付け完了ですね。そして次に電源をつないでいきますね。12ピンだったか14ピンだったかな。この一番でかいところ、これがマザーボードに電気を供給するところで、これを挿しますね。で、もう一つ CPU に電気を供給するところがあるので、それも挿していきますね。で、普通はね、このグラフィックボードに、マザーボードから電気が供給されるんだけど、このグラフィックボードでかいので、別途こうやってね、電源からも繋がないと電気が足りなくなってしまうんですね。だからこれ、電源からも直接グラフィックボードに補助電源をつなぎます。これで一通り部品取り付けて、で、電気も供給されるという状態になりましたね。では、いよいよね、これをね、動かしていくわけですけども、まあ結構乱暴に扱ってるけど、まあそれでもね、要はね、つながってればこれは動くんですね。本当はここにね、スイッチをつなぐんだけども、そうそうそう。一つ忘れて、この DVD 繋がないといけないですね。これね、後で使うんでね、DVD ドライブ繋ぎますね。そして、電源にコンセントを差し込むと。それで、電源スイッチの入れ方なんですけどにゃ、このマザーボードに、ある場所にこのドライバーを仕上げてショートさせてやると、起動するんですね。これね、説明書にどこがスイッチになってるって書いてあるので、そのピンがあるので、そこをショートさせてやれば、こうやって起動しますね。今 LED がついて光ってるの、これ今動き始めてるってことですね。ただこれだけだと、ただ動いてるだけなので、もちろんこれからもっといろいろ用意しないといけないんですね。はい、ディスプレイ、
用意しますね。そして、キーボード。キーボードにマウスもつながってますね。あとはモニター、ディスプレイとつなぐケーブル。これでもうほぼ準備完了ですね。一応パソコンとしてこれで使えるようになってますね。じゃあ、このディスプレイのケーブルをグラフィックボードに差し込むと、このように画面になんか文字が表示されてますね。一応これで動きましたっていうことですね。ただこれだけだと何にもならないので、あとはキーボードをつないで、次は OS のインストール作業に移りますね。OS、今回は Windows を入れますね。Windows のね、入れ方もいろいろあるんだけども、ネットワークから入れたりとかね、あと USB メモリだったり。今回は DVD のこのドライブはね、部品と抱き合わせで売ってるやつが安かったので、これを使いますね。パッケージを開けて、円盤をドライブに入れますね。そしてしばらく待つと、Windows の起動が始まりますね。これがインストーラーなので、まあ、あとはもう画面の指示に従うだけなので、もうこっから先はもう簡単で誰でもできると思いますね。それで、まあ、あとは画面の指示に従ってしばらく待ってると、そうそう、シリアル番号を入れないといけないんだね。どうかな？ちょっとね、途中で端折ったんだけど、これでもう Windows が使えるようになりましたにゃ。じゃあ、これで、ね、無事に動くということが確認できたので、さすがにこれで使えないので、次は箱詰めをしていきますね。ちゃんとこういう箱が用意されてます。これが PC のケースですね。この中にこれを詰めていくんだね。実はこの作業が結構めんどくさいかもしれない。これ相当端折ってるけど、結構中でね、ケーブル束ねたりとかね、ネジで止めたりとかいう作業がいるので、実はこれが一番時間がかかったかもしれないですね。こうやってね、まず電源を下の方に入れますね。で、マザーボード取り付けて、中のケーブルを束ねたりして、まあ、これで、あとは蓋を閉じれば完成ですね。だいたい IT 企業に入るとね、今はどうかしらんけど、昔は下っ端がこういうのやらされましたね。でもこういうのをやりながら、パソコンがどういう仕組みになってるのかっていうのをまずお勉強するんだね。皆さんもね、将来、コンピュータ業界で働きたかったら、ぜひね、まずここから始めていくっていうのがおすすめですね。それじゃあこれで終わりですね。では、またね。